ソロモン海近辺で繰り広げられた激しい航空消耗戦で、日本軍は優秀なパイロットを多く失った。悪化する戦況に日本軍は絶対国防圏を策定、守りを固める。しかしアメリカ軍の反攻速度は速く、ギルバート、マーシャルと次々に陥落。トラックは空襲により無力化する。日本軍は阿呆作戦を発動し、マリアナ諸島防衛を目指すのだった。はい、皆さんこんにちは、マダルグルビジです。では今回は帝国の決断3パープキットセガサタン版マリアナ沖海戦の続きをプレイしていきたいと思います。マリアナ諸島近辺に出現したアメリカ軍機動部隊を総力戦をもって撃退していこうという、この作戦なんですけども、初戦はですね、アメリカ軍の機動部隊、その航空兵力と新兵器 VT 新艦だと思うんですけども、これによる対空防御によって空母艦載機に大損害が出てしまいましたので、まず空母は最寄りの基地へ戻ってもらって、そこで航空機を補充したいと思います。連動が下がっていってしまうと思うんですけども、現状直縁も十分に出せないという状況なので、これは致し方なしですね。代わりに増強している周辺の基地航空隊、これをもってアメリカ軍を迎え撃っていきたいというふうに思います。では早速時間を進めていきましょう。では接近して巡洋艦駆逐艦でアメリカ軍の空母を狙いましょう。第5艦隊ですね。なんとかこういうところでね、空母を1隻でも沈めることができれば、また勢いも変わってくるかなと思いますので、ちょっとここは狙いに行きます。空母3隻いますね。アメリカ軍の方ですが、確認します。まずはアメリカ軍の空母。そして、こちらにも空母。全部で3隻。これを何とか仕留めていきたいと思います。はい。残念ながらというか、当然ながらというか、空母を沈められなかったんですけども、この作戦は有効かなと思いますので、夜や早朝にかけての雷撃戦、これは狙っていきたいと思います。サイパンの基地航空隊ですね。サイパンの基地航空隊で、敵の先ほど攻撃戦を交えた空母機動部隊、これに攻撃を加えていきます。敵の数がもう判明しているので、ここは躊躇なく全出撃で行きたいかなと思うんですけども、それでも43機か、ちょっとまだこの数で出撃するのは酷というものがありそうですね。せめて100機前後出撃できるような状態にならないと、アメリカ軍の待ち構えている直縁隊に壊滅させられるので、ここはぐっと我慢しましょう。サイパン、グアムともに敵の攻撃を簡単なく受けているという状態ですね。直縁機5しか上げられていないという中、敵は35機来襲というところです。こういう苦しい戦いがしばらく続くと思います。はい、トラックの基地航空隊が敵艦隊新しく発見してますね。ただちょっとここまだ敵の状況わからないので、偵察機だけ出してですね、あとは、ちょっと第2撃目に備えましょう。偵察機を1機だけ出して、あとは、この艦隊がどんな艦隊なのかっていうね、中身を確認してから第2撃、第3撃と加えていきたいと思います。直縁機91ということは、明らかに空母がいますね。アメリカ軍第3艦隊、空母4。直縁の数91ということは、規模で言うと、400機ぐらいの、航空兵力を持った部隊だというのが判明しましたね。第3艦隊です。では、ここにいる敵の艦隊ですね。サイパンの基地航空隊ですけども、これも中身不明という状況ですので、偵察機出して、
敵の中身ですね、確認しておきたいと思います。で、内容が分かったらですね、全力攻撃へと切り替えていきましょう。まあ、いくつかの敵の艦隊、その行方もロストしているようなので、まあ、あの偵察機をしっかり出してですね、その後にいい航空隊を送り込みます。ここも空母4、第2艦隊ですね。一体どれくらいの空母を送り込んでくれるか、もう全くわからないですね。サイパンに敵部隊の上陸を許しました。ただここには敵の空母部隊がいないことを確認済みなので、まあ、ここ思い切って70機全部出します。敵の直撃機がいないのであれば、まあ、十分に撃退できる、まあ、そういう判断ですね。冷戦10機、さらに水星が、まあ、合計約25機、天山が20機、まあ、この編成です。で、乾燥しておきましょう。全部魚雷にできるものは魚雷に、爆走にできるものは爆走にという編成でいきます。あ、敵の上陸部隊をね、まずは撃退していきましょう。まあ、サイパンとグアムにはいわゆる守備隊ですね、これの数は増強してあるので、飛行場が潰されなければね、十分、持ちこたえられる、長時間持ちこたえられる、まあそういう編成になってますね。さあ、これが敵の艦隊です。これ、叩き潰していきましょう。なんといっても戦艦がどうやら7隻いる艦隊のようなので、だいぶ重そうですね。はい、駆逐艦1隻撃沈してます。まあ、逆に言うと駆逐艦1隻のみと。とこですね。アメリカ軍の第6艦隊、戦艦7、巡洋艦4、駆逐艦が、まあ、13という編成ですね。この艦隊の陸戦隊の上陸を許しています。第4艦隊がアメリカ軍の空母機動部隊発見してます。これ全力で行きましょうと言っても、もう航空機ほぼ残っていないので、まあ、全力も出したとしても、まあ、知れてはいる。全9機かー。まあちょっとこの9機で相手にするのは難しいな。まあかといって、このアメリカ軍の護衛がしっかりついた空母機動部隊に、どうなんでしょうね。攻撃戦を挑んで仕留められるものなのかというのはありますけども、軽空母。それと、まあ、いわゆる特設空母と呼ばれるものですね。これらを使って、ちょっと強襲をかけてみましょうか。まあ、敵の方は、衛星機空母1、さらに、軽空母2という艦隊だと思います。さあ、うまくですね、まあ、敵の、艦隊の懐に潜り込んで、砲撃戦に入ることができたので、ここで敵の空母1隻でも仕留めておきたいかな。まずはヤマトが敵の軽空母カウンペンス、これ撃沈しますね。さらに SX も仕留められるんだったら仕留めておきましょう。SX 撃沈してます。正規空母、これ初めての撃沈ですね。まあ、もう軽空母はね、一隻撃沈してましたけど、敵の正規空母、しかも SX、 これを撃沈してます。もう一隻軽空母ラングレー、これも撃沈しておきたいですね。ヤマト武蔵が接近できるとある程度火力が発揮できるので強いですね。で、戦艦ヤマト武蔵春名を要する部隊ですけども、これがうまく機能してくれて、アメリカ軍第5艦隊、ハリル率いる SX、これを撃沈してます。おそらく一番進出してきていた艦隊だと思うんですけどね。これうまくやっぱり、夜のうちに接近して、攻撃ができたというのが大きいですね。まあ、ここももう一度砲撃戦で、残っている軽空母、これも撃沈してしまいましょう。では、アメリカ軍の、新しい機動部隊ですね。編成不明だったんですが、敵は直撃機15ですね。味方航空機第3艦隊から56機出します。巡洋とか飛洋の、ま、機動部隊ですね。
まずは敵の確認をしていきましょう。4空母いるなぁ。まあ、できるだけ仕留めておきたいかなぁとは思いますね。はい。この新しく攻撃を仕掛けた敵の艦隊、空母4ですけど、この中にはレキシントンが入ってましたね。まあ、アメリカ軍の機動部隊、無限に湧いて出てくるという状況で、まあ、SX 要する艦隊は、まあ、撃滅することができたんですけども、まだまだ機動部隊多いですね。ここもですね、敵の艦隊に向けて、一応、偵察機飛ばしておきます。まだ、その全容が判明したわけではないので、偵察機を飛ばしてから、全力攻撃に切り替えていきましょう。ここに、レキシントンがいます。空母レキシントン。さらにグアムの近くにも敵艦隊を発見という報告ですね。まあここは確実に仕留められる可能性のあるこちらのレキシントンのいる艦隊に向けて全力攻撃仕掛けていきましょう。全63機出撃します。なんとか一撃を加えてレキシントンだけでも仕留めてかかりましょうね。さ、敵は直縁機が上がらないという、まさに直縁機が降りている間隙をつくことができそうです。これ、確実に空母、仕留めにかかりましょう。回線です。今回航空兵力集中させているので、もう特定の一個ね、ひたすら狙っていく。まあ、一番近くてしかも敵が離脱しにくい。まあ、ここがいいのかなと思いますね。これがレキシントンなのかどうかというのはちょっとわからないですけども、ここを狙っていきます。まずは最短距離で敵に詰めにかかりましょう。さあ、上空に来ましたね。攻撃していきます。さあ、相手は何か。レキシントンでしたね。当たり。このレキシントンを付け狙っていきます。はい。まあ、残念ながら、レキシントン撃沈まではいけませんでしたけど、まあ、中波まで、持っていくことができたので、まあ、なんとかとどめをね、レキシントンにさせるように進めていきましょう。基地航空隊の損害も、まあ、多少は出ています。はい。ではですね、長くなってきましたので、今回は一旦ここまでにさせていただきたいと思います。空母機動部隊はですね、一部を除き、硫黄島に一度撤退。そこで航空機を補充する予定です。サイパン、グアム、ペリリュー、トラック、これらの基地航空隊で引き続きアメリカ軍を迎え撃ちましょう。